Thank you.
手になろう。よし、俺が行こう。勝つんだ。ディアトリボン、行こう。僕の番だね。行くぞ。ギラノーマン、行くぞ。俺が行く。デストラクションドア。オイラの番だね。俺が行く。オイラの番だね。Thank you.
俺が行く。よし、私だな。オイラの番だね。
Thank you.
行こう。絶対に勝つんだ。ディアトリモン、行こう。
俺が行こう。絶対に勝つんだ。ディアトリモン、行こう。
力も重ねていて。俺が行こう。絶対に勝つんだ。ディアトリモン、行こう。俺が行く。オイラの番だね。Thank you.
は俺が行く。待て、オイラ！進路は？どうしたらいいんだ。よし、俺が行こう。絶対に勝つんだ。ディアトリモン、行こう。オイラの番だね。ブレス！ここは俺が行く。オイラの番だね。ここは俺が行く。オイラの番だね。ここは俺が行く。
イラの番だね。そりゃあれだな、 RPG の王様よくぞってやつ、王様が座る場所ってこと。また君たちはそんなのんきなこと。いや、それよりミュウだ。ミュウどこだ。あ、おいカイト、あんまり大声出して女王に。なーに、なんかうるさい今の声。あの玉座にいるのって。やっぱ、もしかして女王様って、僕そこは他、私もちょっとおかしいなとは思っ、私もよ。みんな気づいて当然。いや、ドラクモンは絶対気づいてなかった。女王というやつが、ちょっと何を勝手に。ミュウ、よかった無事だったんだな。よかった。やだ、もうお兄ちゃん。当然だ、さあ一緒に行こう。一人じゃないし。もしかして、あ、そういえばあの子たちは、ここの連中みんなうちの家来なんだよ。け、だ
からシャコモンは別だってば。ねえシャコモン、お兄さん、はじまた化け物なんてひどい。シャコモンはうちの一番の理解者なんだよ。うんうん、そうだよね。お前がミュウを。シャコモンはそんなんじゃないって。すぐこれだよ。喧嘩っ早いし乱暴だし。いや大地さ、そんな知らない学校のよその。あ、僕らのこと。タクマたちは信用できる。悪い奴らじゃない。さあ、散々心配させやがって。あまりわがまま言ってみ。うわ、お兄ちゃんなんて。何があったんだろうな、この兄弟に。カイトったらいつもカッコつけ。ねえ、どうするの。ミュウちゃん素直につい。僕もそれを考えてた。肝心のカイトはあんなだし。嫌い。カイトのやつすげえ打撃受けてんのな。だからってどう。あの子はまだ子供だ。やはりここ頭ごなしに言うのよく。それより何より気になるのはミュウの危機感の。シャコモンたちがいるとはいえここは危ない世界なの。それよりさ、モノデツ、ハルやミユキだって。別に。それよりおね。いい。そうだった。もうひそひそうるさいよ。早くて。さあもう。おい、なんかわかんねえ。タクマくん、どうし。僕たちと一緒に来れば。いらない。うち美味しいお菓子があればし。お、はいはい、お兄ちゃんはし。そう言うなって。 あったかいスープ。そうそう、大した材料はないけどさ。私一生懸命。それはちょっとできる。うち野菜嫌い。も何も、いつもいつもううんざり。え、ちょっとそこまでし。大丈夫、死ぬわけじゃないしさ。ミュウ、お前何をする気だ。ここからいなくなっても。はーい。はあ、ほん。世界誰かが何か改造。誰が。僕たちで。さあ僕に。そう、やれ。すまん、あいつがどん。昔ちょっと。だから俺はミュウを何が何でも守ってやるって。カイトとミュウちゃんだからって。それはただ。そういうのされる方はさっき。なんでもないよ。とにかくさ、黙って。それじゃ。わかっ。Thank you.
床も柱も鉄格子も壁もいろいろ参った。カイト君、おら、ちょっと大きい音、ハルとミュッ、ガイ、そ、じゃあどう、ほてめえ姿を見せても。安心しなされ、わしは敵と。あれ、まあまあ焦りなさんな、話はあと。まずは、え、これほれほれ。なあ、このままついてって大丈夫？ん？ぎ、お前たちみたいなバイ。修二さん、な、そうだよ。連れて行かれる先に。君たちは忘れたのか？昨日、僕たちがどんな目に遭ったのか。無理について来いとは言わんが。みんな、簡単じゃないですけど、それだけでし、これが罠じゃない。そ、でも僕も思うよ。あの子供ってそういう。さて、それじゃあ改めて外まで案内しようかな。お願いします。でもそれだけじゃなく。そうね、そう。じゃあまずは名前。わしはジジモンじゃ。改めて聞くけど、ジジモンは。お前もミュウの配下ってやつなんじゃねえのかよ。ほっほ、わしはもともとこの辺りを取りまとめる長のような役割をしとっての。偉い人ってこと？いやいや、小さく弱き者たちが。でも遊園地にいた子たち。わしのコロッと手玉。あのおてんば姫の相棒はなかなかに頭が切れるようでな。そこからよみがえった振りなどをうまく演じて。ちょっと待って、それってシャコモンが貝殻を。生き物を石にするって、そういう化け物の仕業ですらなかったの。そこまで単純なの。ジジモンは止めなかったの？元なんだかんだとみんながこれを機会に、わしも。おいおい、それがこんな。勘弁してほしいもんだ。いや、そこはむしろ妹がとんだ迷惑を。そう言われ。気にする人。いやいや、楽しい。何しろおてんば姫は掃除も整理整頓その分って。それ、悪いがあいつは俺の妹。そうじゃの。だから、まあ、そうこう話しておる。それほどでも。この道を抜ければ。お姉ちゃんも足元。うん、この辺りはどうにも崩れやすくなっておるからの。老朽化は止められんじゃろうての。こん、たし、ここは。そうじゃの、わしらが。なったくま、それめちゃくちゃ。いや、我々の世界と人間の世、わしの記憶では
この地にこの遊園地ができてから間違いなく何十年も経っておる。妙じゃないか。お前たちの世界では、そりゃ大人が10、つまり一朝一夕。そうだよ、遊園地。そもそも誰かが作った。どういう意味だ。この世界では私たちが信じられないようなことばかり。極端な話、不思議な力である人おかしくないんじゃない。もしかしてあの校舎もそうな、誰かが作ったとかじゃなくて。なくはねえ話だな。ジジモンさんはここができる前からこの地にいたんですよね。いかにもじゃが。一体この遊園地はどんなタイミングで、どんな成り立ちでできたんです。その話を。我らの住むこの世界は言うなれば神のような存在じゃ。世界を作っちゃうような存在なら。そっ、じゃあロープウェイがなぜか。ボロボロの校舎なのになぜか食べ物と医療キットが腐ってなかったのは。え、神様の仕業なの今。神様じゃなかったら何のってわけじゃないけど。物事はそう単純でもなくての、その神す。ごめん、意味わかんない。え、そうなの。てっきりサキはわかってるのかと。だって結局何がどうなってるのか。ごめんな。いや、こればかりはわしも。アグモンなんてすげえうううなってるじゃん。本当だ、よっぽど話おか。アグモン、もしかして今のジジモンって全然違うことか。それでアグモン、このあたり確かに。なになに、この感じ気にな。ラブラモンたちが口を揃えて言うなんて。それが調べてみた方がいい。タクマ、悪いが今は早く見。そう、ごめんか。出口まではもうすぐじゃて。しっかり。ところに繋がってたのか。やったー。なんだか久しぶりに太陽を見た。地下に落ちてから思ったよりも長い時間が経ってたせいかもしれないわね。お姉ちゃん、眩しくない？眩しい。ほっほー、わしもで、ミュウのところに戻ってそれしかないだろう。あの様子じゃ私たちの話なんて。確かにミュウのやつは。けど他に何か。シャコモンを説得できないのかな。それこそ。でもシャコモンはミュウが落とし穴のスイッ。やってみるか。それじゃわしはそろそろ白。おい、出口までミュウの世話焼いて。なに。よし、それじゃあみんな。ちょ、葵、どうした。なんだよ、そ、っていうか。ん？俺は確か。俺たちを追ってきたの。いや、それに。なんか、すっ、逃げろ！悪い奴らが襲っ。ん？え？あ、お前らか。もっともっとやばくて、わ。なんだ、一体、だ。人間の子供をさらう悪い連中よ。どうやら女王様が目をつけられたみたい。いつの間にか敷地の周りをぐるっと玉座の方で迎え撃ったけど、女王様の家来。そ
それってまさアルケニモンたちの仕業かもしれんな。マジかよ。こんな時に。ああそんな、まあいつらがミウを狙って襲う。だからそうなんだってば、うん、まずい、このままじゃ。ちょっと待って、連中の狙いは。そうじゃの、人間の子供。お前さんたちはすぐにおてんば姫のもとへ。だがせめて何か敵の数や居場所を把握してからでも。なあもうミウの家来は三役ミウがすでに捕まってる可能性もあるし、それより先に俺たちの安全確保が必要なんじゃ。悠長にしてる暇なんかねえよ、ミウの命が。ねえみんな、時間が。タクマの意見は？こういう時タクマが一番冷静な。タクマ、ミュウを安全に助け出すためにもまず。それ今やる必要。同感だ。敵しかしその最も危ないよ。そうだよな、俺たちが助けに行かないで。ミノル、タクマ、俺、いや、ミノル、分かった。みんな、ジジモン、いろいろありがとう。これこれ。心配いらないよ。から。何やら。それじゃあ、大急ぎで玉座。みんな、すまねえな。もう。おい、ミュ、いる。ミュちゃん、どこにもいないわね。おい。怖がらんでも大丈夫。ミュは、お前。ちゃん、それって、はい。なるほど。あいつら。よかった。とっさの判断にしちゃ上出来じゃ。とはいえ。いつまでも無事とは限らないしな。まあ小学生の女。いや、あ、この状況ではやむを得ないか。任せて、もうすっかり敷地の中。敵よりも先にミウを見つけましょう。僕もかな。ハル、ミユキ、二人。うん、いいよ。危ないと。ハグモン、それじゃあみんな。